毛利義盛から1877年は、江戸時代の土佐藩士、地道関係道同役。小目付け。には、壇上小中、自重。通称は毛利助、毛利京介、毛利リ二郎。天保5年11月29日、土佐藩士、毛利都吉奴の次男として生まれる。先祖は、旧豊与三家臣で、武前小倉城主、毛利勝信の弟、毛利義雄。 浅田直海に小野ハ一刀流剣術を学ぶ。安政年中に、江戸へ留学し、北進一刀流の玄武館へ入門した。文久元年、大阪住吉陣営にて、剣術指南役を任ぜられる。文久三年、小目付役に任ぜられる。慶応三年5月21日、中岡慎太郎の仲介により、薩摩藩士、小松大統亭にて、 土佐藩のイヌ大介、谷間守モルブ、中岡慎太郎らと共に、薩摩藩の西郷吉之助、吉井康介、小松立脇らが会談し、薩土密約を結んだ。11月15日に、坂本龍馬、中岡慎太郎が暗殺されたため、11月21日、中村半次郎の案内により、谷間守モルブと共に、伏見の薩摩藩邸を訪れてご了営し、 安倍重郎にあった。安倍は、谷が中岡から聞いた犯人の怖い朗を伝えられ、犯人は、新選組、原田佐之助ではないかという回答をしている。明治元年、京都留守居役に任せられる。明治2年3月、久能井達夫からでは米沢藩士、天春杉主の紹介状を受け取り、天春が新政府へ出資するきっかけを作った。明治政府では、静岡県参事を務める。 明治7年2月20日16位、明治10年頃に病没したと言われる。ありがとうございます。